お世話になります。一人でございます。また期間限定レードの更新がされましたので、今回はその情報を共有させていただきたいと思います。期間については6月25日から6月28日の月曜日の8時59分までということで、また3日間の短いやつですね。で、出現するポケモンについてはカラマネロとオクタンとオトスパスということでございます。まあ、これちょっと意味わかんないですけど、梅雨だからなんか水に関連するもので、それで海っぽいポケモン。でもこいつらオクタン以外水タイプなかったよね、確か。まあそんな理由はどうでもいいんすよ。で、今回なんとオトスパスの色違いが出やすくなってるということで、いや、これめちゃめちゃいいレードなんじゃないでしょうか。あんまね、剣盾ポケモンが色違いで出るって結構少ないですからね。とりあえず今回はね、この色違いのオトスパス目指してやっていきたいなと思います。はい、でやり方についてはいつも通りですね、不思議な贈り物から必ずワイルドエリアニュースを受け取るでやっていきましょう。ただ私は相変わらずインターネットに接続できないということで、はい、テザリングで繋ぎました。ひどいわこれ、めちゃめちゃやりにくいわ。まあただここだけインターネットに繋げば、あとはオフラインで多分大丈夫だと思いますので、まあ関係ないんですけどね、ほとんど。はい、で出現場所についてはいつも通りどこでも出ると思いますので、私はね、いつも通りの場所で適当に入れていきたいなと思います。はい、行きましょう。来たー、一発目で来た。で、今回、また、色違いね、出やすくなってるのは5つ星だけらしいので、5つ星出たら、とりあえず戦うっていう感じですかね。まあ、今回5つ星にもう出ちゃったんで、もうやっていきましょうか、じゃあ、いきなり。これ一発目で来たらやばいぞ、マジで。これ、来てほしい。一回くらいそういうミラクル起こってもいいと思うんだけどね。私、いろいろ不運なことも起こってるからさ、引っ越しに関連して、あー、無理か、無理か。無理だよね。それは無理なんだよ、分かってんだけど。でも、ちょっと期待するとこはあるよね。まあ、しょうがないよ、でも。まあ、でも、とりあえず、まあ、こいつは普通のやつはいらないのでリセットしちゃいたいと思います。はい、じゃあリセットしてまた別のとこ入れていきましょう。いくぜ、頼む、来てくれ。おー、また来たね。で、私他のねポケモンとも一応ね一回ぐらい戦っときたいなと思いますので、まあとりあえずみんなで挑戦でホームボタンを押して一日進めるというやつですね。引き続き変更バグでやっていきたいなと思います。これね、イベントレイドのポケモンがね出るとこでやんないと別のイベントレイドのポケモン出ませんのでね、まあそこはねご注意ください。もうこれもう何十回何万回と言ってるけど、何万回は言ってないけどね。まあそんぐらい言って、ああオクタン出てましたね。やっぱ他のポケモンも出るということでいいっすね。まあとりあえずオクタン戦ってみましょうか。行こう。まあここでねオクタンの色違いとかね、確率上がってないので出たら奇跡なんだけど、そんな奇跡はもう当然起こらないと。だって色違いの確率高くなってるやつでそれで出なかったんだから。思い上がるな私よ。はい、あとは無限デーナのダイマックスをぶっ潰すだけ。オッケー、余裕ですね。味方が雑魚くても簡単に倒せる。これはね、しっかり来いよ。別にこいつ捕まえなくていいポケモンだから、大体捕まえなくていいポケモンに限って出がちなんだけど、外に。それはないよね。ありがとう。さすが、このタコ野郎だね。いや、タコ焼きポケモンとか出てきてほしいわ。いい加減。タコ焼き食いたい。タコなしでね。そんな気分なんで。報酬については、経験飴 L3 個、ダイマックス飴1個、鎧鉱石、鉱石1個ずつですね。で、大きな真珠があるから、まあ、普通かな。別に。まあ、わざわざもう確認するまでもないんだけどね。一応やらせていただきました。はい、じゃあ見ていきましょう。まあ、あれか。4V か。普通だね。まあ、4V もすごいんだけどね。本来だったら。昔のポケモンとかと比べたらさ。まあ、それはいいとして。オクタンレベル50のオスですね。で、特性スナイパーで、攻撃を急所に当てると威力がさらに上がる。ということで、まあ、強くはない。で、夢特性でもないですね。で、技はハイドロポンプ、レイトビーム、電磁波スピードストアでございますと。まあ、普通かな。電磁波覚えんだ。すごいね。で、寂しがりな性格。これはどうなんだろう。ちょっとよくわかんねえ、私は。で、リボンは持ってない普通のやつですね。まあ、特に言うことはないかな。はい、じゃあ、ウォーミングアップ終わったと思いますので、まあ、ここからね、色違いの、オートスパス捕まえていきたいなと思います。あと、そいつだけですね。地獄の始まりだ。おー、いきなり来た。いや、なかなかこれは運いいんじゃないですか。まあ、やっていきましょうか。また、先ほどと同じようにね、みんなで挑戦でホームボタンを押して、それで、日付変更バグでね、5つ星の、オトスパス出るまでひたすらまた変えていきましょう。まあ、今回なんかね来そうな気がする、なんとなく。あ、オトスパス来ましたね。もう早速来たから、なんか感覚的に今回ね結構ね、オトスパス出そうな感じありますので、なんとなくいけそうっすね。で、出ましたら戻ってね、レポート必ず書いておきましょう。再戦しやすいようにね。あとは戦うだけ。いや、来てほしい。いや、ミラクル見せたいよ皆さんに。たまにはね、いい時。あー、無理か、無理だよね。もう期待しないようにしてんだよ、俺は。もうそういうことで、期待しすぎるとやっぱね、絶望を招きますからね。最初から絶望しとけば絶望することはないから。それが私のライフハックですよ。
で出なかったらリセットですね。はい、でリセットしたらあとは、またねここで日付変更バグ使ってまた別のね落とすパスを出して5つ星のやつね、それで続けていくっていう感じですね。なのでもうここからは飛ばすかな、カットかな。よし、来てくれ来てくれ、来るはず。あー無理だよね。いや、出てくるの早いから来そうだぞ。お、来た来た、早い、めちゃめちゃ早い。しかも今、そもそもその日付変更バグ自体ももう数回ぐらいしかやってないの。え、10回もやってない今回合計で日付変更バグ。奇跡だろこれ。もうマジでありがたい。いや超時短だわ、時短動画撮影。多分これ15分ぐらいかな、それで出ましたね。もう、あ、しかもバリア4つだし、え、なんで5つ星で色違いなのに。だいたいそいつらさ強いのにね、しかも相手全然強くない、全然なんか変な攻撃とかしてこないんだけど、なんならタコ固めとかやってきて逃げられなくするだけで全然何の意味もない技ばっかりやってきて、ひっくり返すとかも決まってないし全然強くねえ。すげえわこれ。私の予想ではめちゃくちゃ長くやって、それでこのタコ野郎とか言って切れて演出をね考えてたんですけど、そんなタコ野郎とか言うねまでもなく、普通にもう大好きだよタコちゃんみたいな感じの気持ちですよ。もう今後落とすパス見たら興奮するぐらいにはもう嬉しいですね。これはすごいなマジで。リピボーでいきましょう。いや、ここで捕まってくんないとそれはそれで切れるよ。タコ野郎って言うからね。タコ野郎って言わすなよ、言わすなよ。これフリーじゃないからね、これフリじゃないよ。タコ野郎って言わすフリじゃないからね。いや、言わせないんかい。全然フリが意味ないわ。はい、それでいいねこれ。マジでいいねこれ。色違いで本当のタコの色になるっていうね、タコさんウィンナーみたいな感じになってますよね。すごいわ、この色違いの色自体もかなりいいですね。で、報酬は、経験アメ L2 個、XL1 個、ダイマックスアメ2個っていう感じで、まあいつも通りかな。ザロックの実、不思議なアメとか、で、宝石1個ずつって感じなんで、まあ普通かな。はい、じゃあ見ていきましょうか。行くぞ。あー、 5V か、さすがに来ないか。それでね 6V 来たらマジやばいんだけどね。そこまではさすがにないと。はい、落とすパスレベル60オスでございます。で、特性テクニシャンで威力が低い技の威力を高くして攻撃できるということで、しかもこれ夢特性ですね。地味にいいな。しかもテクニシャン結構強いでしょこれ特性で。技はひっくり返すバカ力、冷凍パンチ、地弾だということで、全然強くないですね。ひっくり返すとかも別に特にレイドとかでやられても大丈夫だし、レイドという意味では全然強くなかったんで、倒すのも楽ちん。で、無邪気な性格、これもちょっと私は対戦やらないんで分かんない、すごいのか。で、当然リボンを持ってない個体でございました。はい、ということで今回は私にとっては神回みたいなもんですね。タコを2匹捕まえましたんで、あとねカラマネロイカちゃんも出ますので、あれかな、これもしかしてスプラトゥーン3がもう、まあ、いつか発売されますから、それを記念してかな、そう思っときましょう。まあ、結構この色違いのね性質、昔のポケモンとか多いですけど、まあ、今回は剣盾ポケモンなんでね、まあ、持ってない人も多いと思うので、めちゃくちゃ最高のレイドだと思います。もう最高すぎたんで、私非喫煙者ですけど、でっかい音スパスパ立てながら葉巻吸いたいなと思います。テロリストじゃないポラリスト。